見たところ普通のホテルと変わらないようだな。あら、どうしたの坊や。え、ひょっとして迷子になっちゃったの。あ、うん、大丈夫、ここでみんなを待ってるだけだから。あ、わかった、これから近くの遊園地に行くのね。うん、とっても楽しみ。そうか、この近くに遊園地があるのか。それはよかったわね。あら、私もう行かないと。じゃあね、かわいい坊や。あ、うん、じゃあね、お姉さん。たく、ヒヤヒヤするぜ。黒の組織の奴らがどこにいるかわからねえっていうのによ。しかし、奴らは一体どこに。そうだな、少し調べてみるか。何もおかしなところはないぜ。別におかしなところはない。怪しい奴はいないようだ。怪しい奴はいないようだ。どうやらそれらしい奴もいないようだぜ。ごく普通のフロントだ。別に気になるところはない。くそ、奴らは一体どこに。誰も使ってない。みんな携帯電話を持つようになったからかな。怪しい奴はいないようだ。どうやらそれらしい奴もいないようだぜ。ごく普通のフロントだ。別に気になるところはない。あれはまさかラン。そうか、ランたちが向かったホテルはここだったのか。もしもし、アガサ博士、コナン君は。そう、じゃあ伝えてくれます。私とお父さん、今日こっちのホテルに泊まることになったって。なんだって。それが私たち、一晩美佐子さんと一緒にいてほしいって頼まれたの。ええ、じゃあ博士、よろしくお願いしますね。とにかくここは気づかれぬうちに離れないと。お、博士からだな。新一、大変じゃ。ラン君たちは。ああ、分かってるって。俺も今見かけたところさ。しかしの、組織の人間が近くにおるかもしれんのじゃぞ。だが、奴らだってことを大げさにしたくはないはず。そうだろ、博士。確かにそうも考えられるが。それより博士、うまくできすぎてると思わないか。黒の組織が開く闇オークションとデザイアキューブ、そしてその開け方を知っているかもしれない美佐子さんがここに揃ってるんだぜ。それはどういう意味なんじゃ一体。もしかしたらガムラン大臣もこの闇オークションに関係してんじゃねえかってことさ。なんじゃと。ま、真相は潜り込んでみねえとわかんねえがな。しかしどこにもそれらしい気配はない。一体どうなってんだ。ん、おい、早くしないと間に合わないぞ。大丈夫よ、車はまだ止まってるんでしょ。冗談じゃない、例のものが落札されたらどうするんだ。そういえばさっきの女性といい、やけに着飾った人たちが出かけているな。それに
今の二人の会話も気になる。確か車がどうとか言ってたが、気になるな。少し調べてみるか。けどここも変わったところなんて見当たらないぜ。さっきから同じような車が来てるだけだ。待てよ、同じような車？だがあの車がこっちに戻ってきた時には客はいない。つまりどこかで降ろしてるってことだ。しかもこのすぐ近くでな。ということはこのホテルは単なる連絡先というわけか。となると次はどうする？そうだな、車の動きが分かれば何か分かるかもしれねえ。そうだ、車のナンバーをよく見てみよう。やっぱり同じナンバーの車が繰り返し現れているみたいだな。そしてそのナンバーは、いや、このナンバーじゃない。もう一度よく見てみよう。やっぱり同じナンバーの車が繰り返し現れているみたいだな。そしてそのナンバーは、そう、このナンバーだ。間違いないぜ。車が止まってる間にこの発信機を取り付けてと。隣の建物で止まった。どうやらここが本当の会場らしいな。とにかく行ってみるか。なるほど、ハイビルか。これじゃ全くわかんねえぜ。あれはガムラン大臣じゃねえか。なるほど、やっぱりな。大臣たちは消えちまったが、今なら見張りはいねえようだな。このまま忍び込んでみるか。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。